皆さんこんばんは、オーシャンです。今日はですね、タイトルにもある通り、ですね、小動物、ね、我が家でペットを何匹か飼ってるんですが、ペットのね、おやつをちょっと自作してみようかなと思って、動画を上げさせていただきます。まあ、理由としてはですね、ペットにね、何を与えていいのかわからないっていうのと、実際購入して食べなかった時とか、実際その出費が無駄になってしまったりとか、あとね、外国産のものとかだと何が入ってるのかわからないとかっていうのもあって、自分で作ってみて、ダメだったら自分で食べればいいかなっていうところもあって、ちょっとね、今回季節的にリンゴのシーズンなので、ちょっとね、リンゴとちょうどかぼちゃとね、人参が安かったので、そちらでですね、おやつを作りたいなと思います。で、食材の他にですね、こちらですね、干物とかね、こう乾燥させるのに使うものですね。この中にスライスした野菜、果物などを入れて、何日間かね、ベランダで干して、乾燥のチップスをね、ちょっと作ろうかなと思っております。それではですね、ちょっと作っていこうかなと思います。だってシンプルです。ただね、リンゴはスライスしていきます。で、リンゴも、かぼちゃも、人参も、基本的に皮はつけたままで、スライスしようかなと思っております。あまり厚く切ってしまうと、水分抜けるのに、時間がかかってしまうので、なるべくね、薄く切っていきたいなと思います。人参ぐらいね、水分が少なければ問題ないんですけども、このリンゴとかね、結構水分が多いので、これぐらいですかね、1ミリ、2ミリぐらいですかね、の厚さに、スライスしていこうかなと思います。で、基本的に中のね、なんていうんでしょう、種とか綿は基本的に取らないで、そのまま全部丸ごとスライスしていきます。下の部分とかはね、後で切った後に取り除けばいいかなと思いますので、こんな感じでスライスしていきます。で、実はね、一回ちょっと試しで作ってみて、意外とね、うまくいったので、ちょっと動画にね、上げさせていただこうかなと思います。で、なんで今上げたのかというと、今私関東圏内に住んでるんですけれども、関東圏内の冬はですね、非常に湿度が低くてね、乾燥してます。それでね、こういう乾燥のチップスとか、そういうものを作るのに、ちょっと非常に適した気候になってます。直射日光がね、そんなに強くないので、陰干しをするっていうイメージですかね。で、2、3日ほど、乾燥して、風が比較的通る場所で、2、3日ぐらい置いておくと、カラッとパリッとします。別の方になるとだいぶ難しくなってくるんですけど、ここら辺はね、愛嬌でやっていってください。で、丸のカットが難しかったら、普通に半分にカットしてからでもいいかなと思いますけれども、これ乾燥させるだけなので、もちろんそのままね、私たち人間もその後食べることができますので、もしね、ペットたちが食べれなかったら、私たちが食べるという感じです。で、こういう感じでスライスをします。で、とりあえず今回はリンゴは1個、人参は2本ぐらいやろうかなと思いますね。で、人参はですね、皮はそのままつけたままにします。で、この身と皮の間に栄養があるので、なるべくそれをちょっと逃したくないなっていうのと、あとね、純粋に私は皮を剥くのが面倒くさいっていうことで、このような形をとっております。で、切り方なんですけれども、なるべく切り口がひどくなるように、今回は斜めに切ってますけれども、こういう感じで広めに、丸っこくてね、切りづらいので、もちろん切りづらい方は一回ね、半分に縦に割っていただいて、で、その後切っていただくのが一番いいのかなって。例えばこんな感じ
感じで半分に切った後こうやって切るのが、まあ、一番安定してるかなって感じです。人参はね、比較的水分がリンゴよりも少ないので、まあ多少熱くなっても大丈夫です。でも乾燥させるとかなりね縮まりますので、それも考慮してなるべく大きめにカットした方がいいのかなと。でこの乾燥野菜もですね、ペットたち食べなかったら私たちが普通に食べれますので、ただ乾燥させてるだけなんで、例えば汁物に入れたりとか煮物にちょっと入れたりとかすると、もう凝縮されてるので旨味がね結構あります、ね、なんかちょっと料理番組みたいになってますけど、あんまり普段料理するわけじゃないんですけど、スライサーなんかでね切ってもいいと思うんですけれども、スライサーとかピーラーでやるとかなり、ね、薄すぎてしまうので、なるべくね厚みを持たせた方がいいのかなと思いますね。例えばまあ人参もねリンゴと同じように、まあ、大体2ミリぐらいの厚さがあればいいかなと思いますね。乾燥させてね食べてみたんですけども、ね、リンゴねめちゃくちゃうまいですね。でもね、サンフジだったかな、サンフジを使ってました。あとねシナノボールとかいろいろあったんですけど、ちょっと安いやつでやっちゃいました。でかぼちゃはですね結構硬いので結構ね薄く切るの大変です。もうちょっといい方法あればいいかなと思うんですけど、これもまあこんな感じでなるべく幅広めにとって、まあ3ミリぐらいですかね。かぼちゃあんまり薄くすると結構切るの大変なのでちょっと厚めに切っちゃいます。まあ、かぼちゃの場合はですね、水分量が少ないので多少厚くても生焼けっぽくはならないですね。結構乾燥でパリパリっとした感じになります。で今日やったね人参、かぼちゃ、りんごの中だと乾燥が一番難しいのはりんごですね。結構ね水分が残るので結構大変でした。今ビオトープのシリーズでね作ってる牧草をねちょっと一緒に乾燥させて、ね、乾燥の牧草をちょっと作りたいなと思ってます。もう野菜を乾燥させたりすると旨味がね結構凝縮するので、特にキノコ類なんかもいいんですけど、まあ、キノコ類はね基本的に小動物食べないので、まあ、今回は小動物が食べる用のもので作ります。でこれでですねこの後この中に、ね、ちょっと干していきたいと思いますので、ちょっと一旦カットします。はい、ちょっと準備できましたの で先ほど切っていたですね、野菜たちを、この中に、ね、入れていきます。で入れる時とかはですね別に特にね注意事項とかないんですけれども、なるべく重ならないように入れてください。重なるとね、もう重なってしまった部分がどうしても生焼けになってしまって、生
生焼けになると、例えば保存した時にカビが生えてしまう原因になるので、ちゃんとね、パリッと乾燥させたいなと思います。ね、冬場でね、関東の方は乾燥してるので、そのままね、外の天日でですね、大体、3日ぐらいやれば乾燥するかなと思います。で1日ぐらいの乾燥ですと、ちょっとね、半生っぽい感じになって、料理に使うのにはベストっていう感じですね。ただ、保存もですね、あまり効かないので、冷蔵庫保存で、1週間ぐらい持てばいいのかなっていうぐらいになると思います。あとね、外でね、干すのが結構厳しい方とかは、もし部屋の中に浴室内乾燥とかあれば、浴室内乾燥で大体20時間もやれば十分乾燥すると思います。私はいつも8時間乾燥を大体2回ぐらいやると、ちょうどいいかなっていう感じなので、20時間あればバッチリ問題ないかと思いますね。そんな感じになっちゃいましたね。人参が多い。これね、今見た目ちょっといっぱいありますけれども、実際ね、乾燥させたらかなりちっちゃくなりますので、量的にはね、そんなにある感じはしないですね。ただね、市販のやつがね、1袋を300円、安くても300円ぐらいするので、それ考えるとね、自分で作れた方がいいのかな、なんて思いますね。特にね、こういう野菜系は最悪自分で食べれる。そこが一つのいいポイントかな、なんて埋まってきましたが、最後の端っこがね、こういう厚いやつは大体乾燥させてもセミドライになっちゃうので、こういうのはもう、ね、自分たちで最後食べちゃいます。で、乾燥中はですね、特にひっくり返したりって手間をかけたりする必要はあんまりないのかなと思いますね。なんかそういうのちゃんとやった方がいいっていう方もいるとは思うんですけれども、おやつにする程度でもすぐなくなりますし、味どうこうっていう感じではないので、特に気にしなくていいかと思います。そしてはこういうね、ネットなので、上も下も風が通るので、特にそういう心配はいらないかと思います。意外とね、大雑把にできるので、結構私は横着な方なんですけれども、意外と、こんなぐらいの適当でいいのかな、なんて最近ね、ちょっと気づいたことがあって、結構ね、自分ってあんまりこう生き物好きだなっていう自分の中でのイメージってあんまりないんですけども、なんかね、こういうおやつちょっと自分で作りたいなって思ったりとか、なんかそういうのをやってると、なんか自分って生き物好きなのかな、なんてちょっと思ったりします。どうなんですか、なんとできないですか。はい、そうこうしている間に全て埋まりました。で、こちらをですね、ベランダの方で、3日ほど乾燥させていきます。で、途中天候がもし悪くなったら、浴室内乾燥に切り替えていきたいなと思います。それではですね、乾燥をするまで3日ほど待ちたいと思います。はい、ちょっといきなり変わりまして、ちょっとね、3分クッキングみたいなことになってますが、こちらがね、乾燥させた、人参と、リンゴとかぼちゃですね。で、こちらはですね、1日半、外で干した後、ですね、ちょっと雨が降ってしまったので、浴室内乾燥におよそ15時間ほど入れた状態のものですね。もうご覧の通り、もう完全にパリパリになっております。で、特に水分のね、少ないかぼちゃとか人参とかね、完全に乾燥してますね。で、リンゴの方はですね、ちょっと若干セミドライっぽい感じですかね。で、こういうものはですね、
なるべくねタッパーとか密閉した容器に入れて冷蔵庫で保存するのが一番いいかと思います。で今回ねちょっと特別にあのかぼちゃをやった時に種があったので種もそのまま乾燥させております。でちょっとねせっかくなので我が家のねチンチラとデグーにねちょっとあげ最後あげてみようかなと思います。それでは一旦カットします。はい、ところ変わりまして里親になりましたデグーのね小雪ちゃんと小麦ちゃんの前にやってまいりました。ですね今日はね一応ねカットはしてるんですけれどもリアルタイムでお送りしておりましてついねこの動画が始まった時にあのリンゴを切っております、ね、でこのね出来上がったおやつをね早速あげてみたいと思います。でデグーはですねちょっとおやつをあげる注意点なんですけれども糖分をですね分解する能力代謝する能力が非常に低くて糖質の高いものをあげると糖尿病になってしまう危険性が非常にあります。なので今回デグーにあげるのはリンゴやかぼちゃではなくてちょっと人参をあげてみたいなと思います。で、よくね乾燥したマンゴーとかパパイヤとかねあげる方いると思うんですけれどもデグーはね僕的には結構 NG な部類になるのかなと思いますね。はいはい、おおおお、はいはい、そんなピーピーなくなって、はい、子供たちねここで食べてくれないんですよね。自分のね持ち場に行って食べるのでなかなか近くで食べる様子の撮影ができないところがちょっとね残念なんですけど、でもね意外と子供たちね人参食べるの初めてなんですが意外と抵抗なく食べてくれますね。おそらくねかぼちゃも人参も食べてくれるとは思うんですけれども、まあちょっとね糖分の分解の関係であんまりあげたくないなっていうところですね。まあ少量ならねあげてもいいのかなと思うんですけれども、まあ、ね、糖尿病になるリスクがあるのであればちょっとあげない方がいいかなと思いますね。あ、小麦ちゃんもね隠すんですよね、隠す癖がねついてまして、奥のね小雪ちゃんはですね取ったものねすぐ食べるんですけれども、小麦ちゃんはねこうやって取って持ってった後とかね隠したりするんですよね。一応食べてくれてはいるみたいですね。デグーの方では成功というところですかね。それではですね我が家のもうおしまいよ、もうおしまいですよ、食いしん坊の本丸、はい、もう待ちきれないみたいです。よし、じゃあ開けましょうか。よし、ぽーちゃんおいで、あれぽーちゃん、お、やった。ぽーちゃんはかぼちゃをあげましょうかね。どうだろうか。あ、お、うん、食べてますね。これは成功と言っていいですかね。それでね、おやつ問題も、ね、結構解消できるのかななんて思いますね。結構まあ簡単に作れますし、もちろんこれもねこのまま食べ、おうおお、何何、あ、はい、食べるの、どうやらリンゴも食べてくれるみたいですね。でね、いちいちおやつを買う手間がなくなりましたので、まあ非常にコスト的にもいいかななと思いますね。あとね、まあおやつ作るためだけじゃなくてね、余った食材をこういう風に使うっていうのも、まあフードロスにもつながるし、ちょうどいいのかななんて思いますね。それではですね、今日ちょっとかなり長尺になってしまったんですが、ペットのね、おやつ自作動画ですね、作成動画、お送りいたしました。よければね、皆さんも参考にはちょっとならないかもしれないですけれども、自分で作ってみて、ね、
愛するねペットたちと触れ合ってみてはいかがでしょうか。それではですね、今日の動画はこの辺で失礼いたします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。